じゃあ疑心分かる人ちょっとこっちおいで。おらんよ。あ、チーノか。チーノが。チーノが。あ。クォーツを持って。お。お。見渡して。なん、冷やかしか。疑心分かるんちゃうんか。冷やかしですか。こいつ舐めとる。そうそうこいつ。ちょっと怪しいですねこいつは。怪しいよな。王様誰だ？シャキー、俺が中心。え、ほんまに中心やな俺。シャキー、俺も中心。ショッピ君じゃないですか。いや中心喪失ね。いや本当に。てか3人目は？ほんまや、3人目。何？まさか、あれ先生お前が3人目なのか。シャキーン。どうも僕です。だから今日からこの3人で軍団をやっていくと。いやマジでちょっと俺喋らん陣営とうんこ行こうもとったらうんこ行けへんやんこれやったら。いやまあ行ってきたらいいんちゃう。行ってきたらいいんちゃう。帰ってきたらなんかあのリスポーンってボタン出てるやろ。なんかトントンがじっと俺を見てんねんけど、なんなんこれは。懐かれたんかな。餌やっちゃったんすか。仲間になりたそうにこちらを見ている。お盾構えとこ。え、これヤツさんとなんか集まってきてんの。そうですね、シャオさんだけがおらんの。いやもうね、これ気をつけなきゃ。あのシャオロボらへん。あ、おった、ごめんロボロ。いやなんか2階であのクォーツチュッチュタイム始まってんのかなと思って。ああ、でもワンチャンもやっててもおかしくないっすよね。クォーツの数確認したろうぜ。クォーツ1個しかないからゲリラガンも無理でしょ、4つ集めるのは。まあ確かに。ちょっと待って、トントンバリ懐くやん。クォーツや。うお、クォーツ。どうしましょうね。あ、じゃあどうします？なんかまたあれします？あの疑心わかる人みたいなやつ。ああ。一回聞いてみようか。どうなるかわからへんけど。はい、じゃあ疑心わかる人ちょっとこっちおいで。おらんや。あ、チーノか。チーノが。チーノが。あ。クォーツを持って。お。お。見渡して。なんの、冷やかしか。疑心分かるんちゃうんか。冷やかしですか。こいつ舐めとる。そうそうそう、こいつ。ちょっと怪しいですね、こいつは。怪しいよな。どういう言葉やねん、あの詰め寄ってんの。別にクォーツ出したりもせえへんし。一方的にエミさんが押し切られてるけど、どうなってんのやこれ。ん、あれ、え、なんで俺マイク切っとったん。焦るの。あいつほんま4個言ったんだもん。バリ喋っとったよ。いやにわかには信じがたいですなとか言っとったのに。
殺したらリリーダ多分一人は死にますよ。そうですね、ここの4人まとめてやりますか。あ、じゃあ殺して。ええやん、殺そうぜ。あれ、トントンを。いや、います、エミさんに詰め寄ってる。あ、トントンもんのここ、おったわ。俺、チーノ見とこう。どこやろな。結局、自信は誰かっていうのは言わない感じで行くっぽいですね、今回。そうみたいですね。あ、じゃあもうサケット帽子作って当てたろうぜ、なんか知ってそうね。あでもちょっと状況壊そう。あ、エミさんがクオツ投げたけど、お前ほんまに大丈夫なんやろな、エミエル。おお、拾った。これお前のやからな。これで爆破したろ、お前ほんま、お前もう。やるやん、お前。あ、チーノがなんかしたぞ。え、めっちゃ殴られる。これはしょ、いや、わかんねえ、わかんねえ、うちの自信やって。あ、そういうこと。じゃあ、ゾノさん、ちょっとあの、しばきよ。どっちをしばくの。うわ、でもちょっとわかんねえ。おい、チーノ、お前ちょっと喋る。あ、チーノ、喋らせる。何がしたんや、どういうことや。なんでワイを殴ってた。僕は自信がわかる人。何、あいつか。ほんまにそれ。マジ言ってるそれ。いやー、うん。どこ行くの。だから今濃度の高くなったショッピ君、これはもう疑心がほぼバレたと同義。動くよ。確かにショッピ君疑心な。やっちゃいますけど。いや、まあ、もしそうやったとしてもはいとは言いませんけど。あー、なるほどね。トムロチーノ殺したそうやね。なんか殺意高そう。俺何を信じたらいいんだろうな。これ、いや難しいよこれ。すげえ見上げてくる。俺が疑心やって確定させられたら残り2人がやられますもんで、このままやったら。うわ、でもな、チーノのあの動き、これで全ての役職がゲイラ側も把握しているはずです。頑張ってください。ゾノさん、どういう立場やん。いや、なんかロボロが切れたから。いった。あー、光らされた。あ、エイミールはじゃあこれチーノを信じての行動やな、これおそらく。あー、なるほど。いや、これ俺ショビ君が実は中心でドムギーやった場合が一番ボロいなと思ってんねんよ。で、チーノはゲリラ説。でもそれやったら本物っていうか、マジで別れたら出てくるか。そう。てか、おい、地味に殴られて削られてるからチーノ殺したんやけど。一回下がれ。いった。チーノ殺すんは、まあでももったいない気もすんな。ええか。よし、死ぬまでやる。死ぬまでやる、お前ら。帽子は拾ってやるよ。ケイに勝てると思ってんのかよ。いいぞいいぞ、もっとやれもっとやれ、いいぞいいぞいいぞ。で、ここで動きたそうにしてるやつよ、問題は。ただ村人の命。チーノの帽子回収したら誰に渡そっかな。あ、死んじゃ。死ね。助けてよ。助けてよ。なんで。あ、チーノ死にました。ナイスなんか。まあ、いや、これ良かったんかな。とりあえず帽子は回収したんで誰かに渡せますけど。トントンかな、じゃあ。この状況はね。うん、トントン近いからね。はい。どう。はい、何でしょう。どう、これは何です。なぜこのクォーツを。このクォーツ何ですか。なんかあの殺した時にチーノから落ちたやつやから。あ、拾ったの渡してくれたんか。あ、じゃあチーノのやつね、これ。よいしょ。まあ違うんですけどね。さて、これどうなったどうなった。いや、どういうことだってばよ。どうしたエミルがなんか不可思議な挙動をしている。いや、これゲリア2人残ってますよね。多分間違いなくそうかな。うん、これ、あ、なるほどね。確率的にはほぼ 100% も残ってますね。
ロボロ待って、待ってくれよ。一旦判断してくれお前。え、これどうしたらいいんかな。てか、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、これお、これどうアピールしたらいいんや。どうアピール。じゃあナイフロボロ王やったんかよ、ずーっとあのゾムに見えるとこでずっと手振ってアピールしてた。いやいや、ちゃうねん、こいつまたこすいことゲリラやろうなって思いながら思ったかったんや。あー、そっち行ったんか、そっちに発想が取られたんか。そうやねん、回も来てくれへんかったからな悲しかったパーフェクトゲームお前パーフェクトっすね。うーわー、もうちょっとこれやり直したいわいや、マジでアピローラー絶対ダメでしょ。ダメやな、あれ。いや、なんか爆発したら美味しいな思ったけど美味しなかった綺麗な流れでしたよ。はぁ、俺の死が軽すぎるいや、まさかあんなの素直に拾ってくれると思わなかったっすシードが死んだ時に出たやつでも、あの、嘘ではないねんな、片方でも変わりほんまに。うわ、もうちょっとやり直したいわ、これ